香港チャンネル。あのやっぱ部会のこのざわざわ感を体で感じられないっていうのは、書類は もらえるんだね、ルートがあるから、こうざわざわ感っていうか、国会議員であろうがなかろうが思いが一緒やねんから、俺は全然関係ないと思うけど、ね、一応こっちで、ありがとうございます、うん、もう なんていうかな、よく言われるのは、あの生活大変ですねっつって、いやそれは生活も大変だけど、まあ、それはもうあの自分の話なんで、まあ、それはもうこっちで解決するしかないんで、でそれを超えてその情報の量がのやっぱ完全に少なくなった、うん、で、はい、何度も言うけど、そのね、その肌感覚がこう、うん、ないっていうのがやっぱ不安ですよね。同じことでも、例えば、なんか、そこに至りつくまでの、その、ざわざわとしたの、その、議論の経過を知らないじゃないですか。結果しか知らないわけで。でも、それも経験やから、俺は、俺はね、今の経験って絶対大事だと思うんだけどね。あの、肌感覚、肌感覚でみんな言うけども、感覚あるからって言ってやってるっていう風に勘違いしてもだ困るでって、うんうん、ないから遠いとこにおるから近づきたいっていう気持ちがあんねやろって、ね、だからそういう焦りありますね、うんうん、でもその焦りってのはまあ必要のない焦りなのかもしれないですね、うん、いやあの全部俺は身になるもんやと思うから、あの焦りでも何でもないと思うよ、うん、遠ざかった方が、よそ、じっくり見るとこもあるし、で、ね、うわ、まあ、現場で俺はやってたけど、分かってなかったわって。まあ、そういう部分が見えるところも出てくる、ね。そうやろ。だから、テレビ出たいけど、出てない、出たらこんなんすんのになっていう気持ち、分からんかな、俺の。吉本さん。言ってるだけ。で、まあ、ええねんけど、若いやつはやってるよ。でも、俺思うもん、ほんまに時代時代かも分からへんけども、まあ、周りも思んなくな、思んなく しようとしてるような、あの、視聴者がテレビを思んなくさしてるような。で、それをビビって一つのちっちゃい10人が、10人おって一人だけ、あれあかんでって言うたことに耳を傾ける。うんうん、いや、よ、それを弱いって思ったらあかんわ。だから9人の幸せとか聞きたいとか見たいっていう気持ちは無視すんのか。だからて、あの、安倍さんがバーってやった時に、あの、テレビ局の行ってみんなが思うなやめろって言うてたんは、あれは国会のやじと一緒で支持するって言うて。しゃあけど、違うで。安倍さんが喋ってるの聞きたい人間やん。そう。聞きたい自由とか、それはど、お前無視してんの。昨日の状態がそれだったんですよ。で、あの武蔵野 あの条例を否決させてくれたあの武蔵野市民の皆さんありがとうっていうことを言うグループの、はい、活動だったんですよ。そうするとその反対の人間がこっちはその警察の許可を取ってちゃんとやってんだけど、向こうは許可取らないでもうすっごい量のそのメガホンを言って、もう、わー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 、もうやってても、見てても、いたたまれなかったんだけど、それは今、本郷さんおっしゃるように、でもその演説を聞きに来てる人間の権利は、じゃあどうなってんだというようなところです。で沖縄もね、実は、そうなんですよ。で沖縄ってね、沖縄の人たちってね、東京とかの人間のも、すっごい愛国心強いんですよ。実は。実は愛国心強いんだけど、沖縄タイムズ琉球新報の力は強くって、で、もう左翼の連中が、もうあらゆる飲食店に入り込んでいて、なんか、逆のことを言うと、その、攻撃をされるから、基地の問題については、口は閉ざしてる。基地がいてくれた方が、経済にもなる。で、また、沖縄県民って、すごく、
愛国心が強いのと同時に領土意識ってやっぱ強くて、で、まあ、5月15日にあの沖縄復帰50周年を迎えますけれども、自分たちが日本の全体の領土を守ってるんだっていうその自覚っていうのはどこの県民よりも持ってるんだけど、それを言えないっていう部分があって、で話戻すとやっぱりその反対する人間によってその賛成の声を閉ざされている、妨害されている人たちの権利っていうのはね、本当に国会でもね、その昨日の街頭演説会でもね、ご指摘の通り警察はね、本当にあのなんか暴動が起きないとあの行動に接しないんでね、どっちの一体味方やねんみたいな、そういうところすごくあります。いやもう正誤で言うでもあんた帰ったらええやん、うん、見たのかだテレビ出てんねん、うん、だもう昨日もその僕のこと知らない人間ばっかりじゃないですか。そうするとあのこういう状態になるわけですよ。だけどね、うん、絶対手出さないの、こういう状態、野球の審判に詰めようかいや家帰ったらええやん、そうそうそう、俺言うたるよ、あのなって聞きたい人おんねんそうねっていうことでしょ。おい皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。